今振り返ってみると、そのおかげで自由になることができたんですね。はいさい、日本の皆さん、こんにちは。南国大校長のマーシこと吉川雅弘です。さあ本日ですね、皆さんにお伝えしたいことっていうのは失敗の乗り越え方なんですね。私もですね、過去にいろんな失敗をし続けてきました。例えば私はサラリーマンだった時に、私はですね、いくつかの病気を抱えていたんですね。そのうちの一つが睡眠時無呼吸症候群、寝てる間に呼吸が止まってしまうという症状、そして、ナルコレプシーですね、起きている時に急に眠り込んでしまうという症状ですね。どちらも精神的なストレス、そして、肉体的な疲れ、そしてですね、睡眠障害、から起こる症状だったんですね。なので、私はですね、会社に行って、机に座って、いてもですね、いつも居眠りをしているんですね。朝起きるともうお昼を過ぎていたりとかして、遅刻ばかりしてしまうんですね。そして、会社の車を運転していてもですね、居眠りをしてしまって、こすってしまったりですとか、もう失敗続きなんです。で、上司からお前はいつも寝ていてやる気がなくてとかって怒られてしまったりとか、している最中に寝てしまったりとかっていうレベルだったんですね。もう会社から言われました。あなたは社会不適合だと。あなたみたいな人はこの社会でやっていくことはできない。当然うちの会社でもあなたをやり続けることはできないと言われてですね、私はクビになったんです。それは私にとって、大きな失敗だったと当時は思いました。自分は何もできないんじゃないか、何も向いてないんじゃないか、何一つうまくできない、気持ちはあるのに起きることもできないし、起き続けていることもできないし、仕事もまともにこなせないし、上司からはいつもやれと言われたことをうまくこなせない、本当に自己嫌悪に陥って自分の価値が少ないと思ってしまったり、生きる意味もないんじゃないかと思ってしまった、そんな時期もあるわけです。そんな時は、本当に気持ちが塞ぎ込んでしまって、家の外から出たくないとか、ね、電話も出たくないとか、カーテンも開けたくない、ご飯も食べたくない、シャワーも浴びたくないっていうぐらいですね、全てに対して、何もやる気が起きなくなってしまいました。ただその失敗をですね、今振り返ってみると、そのおかげで自由になることができたんですね。なぜなら自分で会社を辞めなくても会社の方から私を解き放ってくれたわけです。その結果私は自由になることができて、会社勤めをするというオプション以外の人生も視野に入ることができるようになったんです。そしてそうなったおかげで、私と同じ苦しみ、悲しみ、痛みを感じている人の気持ちが分かるようになったんですよ。だから今会社でうまくいってない、今の人生でうまくいってない、今体調が優れない、今感情が落ち込んでいると思っている人がいるかもしれませんけれども、私はあなたの状況にいたこともあるし、あなたの気持ちもわかるし、そしてもっとわかっているのが、その状況から必ず抜け出すことができるし、今はその状況から抜け出すための準備期間だということなんです。ですからもし今あなたが失敗続きだなって思っているとしたらですよ、必ず大きな転機が近いうちに訪れます。必ずポジティブな転機があなたに訪れます。あなたがそれ気づいた時にぜひ受け取ってほしいんですね。今感じている気持ち、蓋をしなくてもいいです。今感じている気持ち、痛み、目を向けていいんです。その気持ち分かってあげることによって、分かってあげるあなただからこそ他の人に手を差し伸べたり、他の人の力になることができたり、他の人を救うことができたり、他の人を理解してあげることができるようになるからです。あなたが今感じている感情、感覚、状況、全て誰かのためになるんです。あなたは今それをする段階なんですね。なぜならあなたはそうするのに、人を助けるのにふさわしいからなんです。あなたはこれから大きく羽ばたいていくのにふさわしいからです。あなたはこれから全く違う人生を受け取るのにふさわしいからなんです。あなたは必ずふさわしい人生を持って生まれてきたからなんです。必ずあなたが生きている意味っていうのはあるんです。ですからもし今失敗してるとしたら、それは最高のチャンスであり、そしてサインなんです。だから絶対に悲観しないでください。今はその気持ちを受け止めていいけれども、
必ずその後に開けてくる、ね、夜の後の朝みたいに、冬の後の春みたいに、ね、雨の後の晴れみたいに、必ずね、人生は好転していきます。ぜひですね、新しい一日を今日も過ごしてください。ではまた来週お会いしましょう。